5分、5分だけ。あ、なんだ、何か棒状のものが手の中に。ああ、そうか、これはきっと アイスキャンディーだ。とりあえず、いただきます。あれ、味もしない。おかしいな、もう一口。やっぱりだ。あー、そっか、これ夢なのかな。夢だから味がしないんだ、きっと。でもな、もったいないからもう一つ。ダメ、そこはダメなの。いくらもったいないからって、味気ないアイスキャンディーなんてやっぱり。さすがですね。お姉様をここまでメロメロにしておきながら、出てくる言葉が美味しくないとは。おはようございます。おはようって、モモ、お前何してんだよ。何してるかと尋ねられましたら、リトさんの様子を眺めていたとしか。は？寝ている間のリトさんは、それはそれはすごいんですよ。な、何が？それは、隣でぐったりしているお姉様の様子をご覧になれば、おのずとお分かりになるかと。え、ああ、なんでララが寝てんだ？しかも裸で。だって、リトと一緒に寝たかったから。なんでそんな疲れ切ってるんだ。今朝はいつもより輪をかけて激しかったですからね。俺寝てる間何しちゃったんだ。それは私の口からはとても。そろそろ起きろってみかんが。あ、姉上、リト、お前ちょっと待て。モンドームよ、このケダモノめ。もう、あんたから何の騒ぎ。なんだ、今日はララさんか。まったく、ほどほどにね。何その反応。朝ごはんできてるから、早く来ないとみんな遅刻しちゃうよ。行っちまった。それでいいのか、妹よ。うん、ああ、みんなおはよう。ようやくお目覚めのようですね。おはよう、姉上。ペケ、もうあまり時間もないから、さっさと制服にチェンジした方がいいぞ。しこまりました。え、寝坊しちゃった。いいえ、まだ朝食をとるくらいの時間は大丈夫ですけど。お姉さま、もう動いても平気なのですか。あ、うん、むしろなんかすごいスッキリって感じ。さすがですね、リトさん。お姉さまとナナと私とリトさんという意味ですか。もちろん。冗談じゃない。ほら、モモ、さっさと下行くぞ。ああ、そんなとこ引っ張らないで。あれ、私なんか変なこと言ったかな。っていうか、寝るときくらい一人にしてくれ。